皆さんこんばんは、今日も今日の一曲行ってみたいと思います。昨日はですね、スタジオワン、お店の方のですね、資料作りとかでちょっと時間を、取りましてですね、ちょっと今日の一曲は、お休みさせていただきました。すいません。はい、それでは今日の一曲行ってみたいと思います。昨日だったか、一昨日だったか分かんないんですけども、ツイッターの方でこう流れてきて、カンジャムなんとかっていうテレビ番組でね、尾崎豊特集みたいな、のをやってるっていうのを、ちょっとツイッターで見たので、実はですね、さっきちらっと、どんな内容なのかなと見てみたんですけども、やっぱりね、素晴らしいですね。なんて言うんですかね、オーラって言ったらまた違うのかも分かんないんですけども、その人間の中身からこう発せられる光というか、パワーというか、周波数というか、そういうものがやっぱりその映像を見てるだけでもやっぱり違うなっていう感じがしますよね。息子さんのね、ひろやくんが言ってましたけど、どんなにしゃがんで歌っても、どんなに、一生懸命歌っても尾崎豊にはなれないんだっていうね、あれは本人しかなれない。だから僕もね、モノマネなんかしてますけども、本当にね、彼の歌はもう彼唯一無二の、歌だと思います。ただ、その歌に感銘してですね、僕も僕なりに、その歌の中に入り込んで、歌ってるつもりで、いつも歌ってます。それでは、今日の一曲いってみましょう。その番組の中でね、そういえば今日の一曲でこの曲歌ってなかったなっていうのを気づきまして、僕も大好きな曲なんですけども、今日の一曲はですね、尾崎豊さんで、僕が僕であるために。違う悲しい生き様にため息漏らしていた。だけどこの目に映るこの街で僕はずっと生きて行かなければ、人を傷つけることに目を伏せるけど、優しさを口にすれば人は皆傷ついてゆく。僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。僕は街に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。確かめておきたいよ、こんなに愛していた。誰がいけないと言うわけでもないけど、人は皆
わがままだ。慣れ合いのように暮らしても君を傷つけてばかりさ。こんなに君を好きだけど明日さえ教えてやれないから。君が君であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。君は街に飲まれて少し心許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。僕は街に飲まれて少し心許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。はい、ありがとうございます。久しぶりにね弾き語りで歌いましたけども、ちょっとね自宅なんでね 100% バージョンではないんですけども、それでもね僕やっぱりね歌い始めるともう入っちゃいますね。はい、なので、そのなんていうんですかね、この歌と僕の中ではこの曲とね、一体化しながら歌ってるっていう、感覚で歌ってますので、もしね皆さんに何か伝わったら嬉しいなと思ってます。はい、ありがとうございます。まあ、いつまでもね、歌い継がれていく、まだまだこれからもね歌い継がれていく、そんな素晴らしい歌だなと、思います。はい、ありがとうございます。それでは、おとといのコメント読んでいきたいなと思います。はい、おとといはですね、満月ということで、ビーズ今夜月の見える丘に歌いましたけども、しのさんいつもありがとうございます。ビューティフルライフ、とても切ないドラマで、毎週楽しみに、見ていましたね。いいドラマでしたよね。終盤で稲葉さんのこの曲がかかると、ドラマとてもリンクして、泣かされましたとね。本当そうですよね。まあそのこういうドラマに対してこういう楽曲選んでっていう、やっぱりプロデューサーだったりディレクターだったり、その辺がねやっぱりすごいんでしょうね。まあ何よりもね演じてる、俳優さん、そして、楽曲を歌ってる、B'z のお二人、がね素晴らしいんだと思うんですけど、それがねうまくリンクして、あのドラマと一体化したっていう感じなのかなと、思いますね。はい、ありがとうございます。座布団さんいつもありがとうございます。この歌は、ビーズナイトを思い出しました。かっこよかったのに同じ場所でちょっとだけやろうとイメージ破壊されました、すいません。破壊と創造は新しいものを生み出す、原理ですね。本当そうですね。はい、破壊と創造ね、今回破壊したのでまた何か新しいものを作らないといけないですね。はい、ありがとうございます。ゴーストリートさんいつもありがとうございます。月の近くにひときわ輝くあの星は何ですか。星ですか。最近、深夜に渋谷含め都内にラーメン求めよく行きます。都内まで行くんですね。でも、朝までやってるとこ減りましたね。どこかおすすめないですか。いや僕も都内のねラーメン屋さん分かんないですね。
まあ、僕はもうあの本当にね、茅ヶ崎 の, あの駅前にあるですね、あの家系ラーメンで幸太郎っていう家系ラーメンがあるんですけども、まあ家系ラーメンもね、いろんなあの好き好きあると思うんですけど、僕の中では今まで食べた、家系の中では、ゆずのお二人がね大好きだったの一六屋と、この幸太郎、どっちかかなっていう、感じがしますね。あの友達に教えられてですね、あの渾身屋っていう、あの、まあ、ちょっと隣町平塚にあるんですけども、もう食べたんですけど、やっぱ僕はね、もうあのもう味が濃くてしょっぱい、その幸太郎のラーメンが大好きでね、月に1回は必ず食わないと気が済まないっていう、そんな感じです。はい、なので茅ヶ崎来たらですね、まあ、家系大丈夫でしたら、幸太郎もう駅出てすぐですんで、あの交番の横ぐらいになりますから、ゴーストレートさん悪いことしなければあの捕まることはないので、ぜひ食べにいらしてください。はい、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございます。はい、昨日おとといもですね、スパム扱いのコメントはありませんでしたね。はい、ということでですね、今日で10月が終わり、今日はハッピーハロウィーンっていうこと、今日はハッピーハロウィーンっていうことでですね、皆さんなんかハロウィンイベントとかやられてるんですか？僕は特に何もなく、ね、今こうやってねヌーノいますけども、ワンコと一緒に、戯れながらハロウィンを過ごすのかなと、思ってます。ただまだね、あのちょっと資料を作らなきゃいけないのが、多々ありますので、そっちの方も作りながらっていう感じですね。あの来月早々ね、友達の結婚式もあって、そこでもね歌を歌う予定なので、その音源編集とかね、その辺こうちょっとね頑張らないとっていう感じです。11月といったらですね、僕の誕生日と尾崎豊さんの誕生日、ありますんで、どんな企画を立てていこうかなとちょっと楽しみにしてます。ちょっと企画がね決まりましたらあの告知しますので、ぜひ皆さんご参加よろしくお願いします。はい、それでは、今週も頑張っていきましょう。それではまた明日。